この前さ、テレビで久々にコナンの映画見たんだけど、やっぱり面白いね、コナンって。あー、俺も見た見た。あの小さい子すごいね。新一出てこなくてちょっと残念だったけど。ん？あ、そういえばみずきちゃん、単行本買ってたっけ？あー、私全巻持ってるよ。マジで？え、2巻から貸してくれない？2巻から？え、レイジまだ1巻で止まってるの？コナン全然通ってこなくてさ、最近読み出したばっかりで、まだ1巻の途中なんだよね。嘘でしょ。ちなみにどこまで読んだの？新一とランが遊園地行くところまで。え、まだコナンにもなってないじゃん。コナンになる？まだ表紙の男の子が誰か分かってないってこと？ああ、気になってるんだよ。誰あの男の子？コナンだよ。あ、だからさっき映画の話した時新一が出てこなくて残念とか言ってたの？え、ちょっと待って。もしかしてだよ。もしかしてだけど、コナンって新一？そうだよ。嘘だよ。いや、本当だって。絶対嘘だね。映画の中ですごい推理してたでしょ？確かに。え、それ本当なの？だから本当だって。うわ、ちょっと待ってよ。完全なネタバレじゃん。やめてよ。いや、これは私悪くないよ。コナンの正体知らないのランぐらいだと思ってたけど、レイジもなんだ。え、ランは知らないの？なんで？話してあげなよ。本当に知らないんだ。あ、ちょっともうそれ以上話さないで。遊園地のジェットコースター殺人の犯人が誰か今気になってるから、それだけは言わないで。もう犯人誰か忘れたよ、それ。